バングラデシュならいる村の青年。腰にルンギーを巻いて結んでいる。ルンギー別名サロンとは、腰に巻かれる伝統的衣装である。インドネシア、バングラデシュ、インド、パキスタン、スリランカ、カビルマ、ブルネーシ、シンガポール、ソマリ半島、アラビア半島南部で普及している。特に高温、湿潤のために、ズボンでは不快となる地域で人気がある。ドーテが、シーツ状の一枚布であるのと違って、ルンギーは、 スカートのように筒状に縫われている。ルンギーは特に厚い地方で着用される。安価な解放、ルンギーは寸法は同じであるが筒状には縫われていない。標準的な大人用ルンギーは展開すると高さ1 1 5トル横幅2 0 0トルのサイズになる。子供用ルンギーは約2、3のサイズである。標準的なものは綿素材であり。 様々なデザインと色のバラエティがある。絹のルンギーは結婚式などのセレモニー用途である。最も一般的なスタイルは単色、または格子模様で、これは食器にて良いかつ安価に製造できるパターンであることによる。青色は他の色と差別化でき、かつ心地よい色合いのために特に人気がある。色やデザインによらず多くのルンギーは 上部と下部に白黒のストライプが入っており、これはほつれ防止のための強化加工である。その地域の伝統によって、ルンギーは女性や男性が着用している。結び方や締め方のバリエーションは様々であり、着用されるシーンは日常生活から結婚披露宴など多岐にわたる。日常生活での利用では、単純に二重結びで着付ける形が最も一般的である。 ルンギーの上端2点を引っ張って約2回ほど結び、両端を腰の中に入れる形で着用する。また、上端2点を単純な長結びにして安全に結ぶという形の着用も一般的である。ルンギーの竹の長さは調整することができ、腰にタックインすることでショートスカートとしても着ることができる。オーストラリアシドニー出身のバングラデシュ人俳優、ズベールハさん・ハサン。 伝統的ルンギーを着用し、カラフルなルンギーを手に取っている。ルンギーは、バングラデシュの男性で、最もよく見られる服装であるが、普通はフォーマルな場では着られない。バングラデシュでは、ルンギーは、男性の着る服であり、屋内では、ほとんどの時間、屋外では、かなりの場合に着られる。ベンガル人の結婚式では、成功にデザインされた。 ハータン状のコットンバティックシルクのルンギーが振動によく送られる。典型的なバングラデシュ人のルンギーは継ぎ目のない筒状になっており、他の南アジア、東南アジア地方では一枚布であるのと異なっている。バングラデシュではルンギー産業はシラジャガンジカスチャクルナ地方に集中している。東南バングラデシュの非ベンガル部族の女性は類似の衣装を身につけるが、ベンガル人女性は 伝統的にルンギーを着用しない。インドネシアではサーンと呼ばれ、ルンギーのようにポピュラーな服装である。インドネシア人の多くはサーンを宗教行事の際に着用し、インドネシアの伝統衣装とみなされている。インドネシアではサーンはバティックのように様々な芸術デザインがなされており、単色、区形、カリマンタンのサマリンダンバティックなどが存在する。 伝統的なジャワ語では織物を意味するカインとして知られ、それは最もインドネシア人に普及している衣装であり、とりわけスマトラ島、ジャワ島、バリ島では普及している。ミャンマーではルンギーはビルマ語でロンジーと呼ばれる。男性のルンギーはソ装、女性のハタメインと呼ばれる。ルンギーの素材はコットンシルクなど様々であり、フォーマル、インフォーマル両方で着用される。 ソマリアでは、ルンギーは、マッコイスと呼ばれ、ソマリア男性の普段着として普及している。伝統的なマッコイスの色は白であったが、ソマリアは、東南アジア島諸部やインド半島との交信量の道の途中であったため、西アジアスタイルのカラフルなルンギーが国に持ち込まれた。パキスタンでは、ルンギーは、パンジャーブ地方とシンド州で着られている。過去には、広い層で着られていたが、 現在では、パンジャーブでは減少し、年長者が着る服となり、若者は、サルワールカミーズを着るようになってきている。しかし夏の暑い数ヶ月間は、パンジャーブ男性の屋内でのカジュアルな夜、愛服として着られている。南パンジャーブやシンド州では、ルンギーは女性の一般的な服であり、たたの刺繍パターンがルンギーになされている。シンド州では、 ルンギーは最も一般的なカイカーストと農民の服である。上位階級はダブダブのバローチー様式のサルワールを着ることが多い。パンジャーブのジャハンビ方言ではルンギーはマジレイと呼ばれるが使われなくなってきておりサルワールというようになってきている。イエメンではこの種の衣類はフートと呼ばれ全年齢の男性らに着用されている。オマーンでは この種の衣類はアイザーと呼ばれる。白のアイザーはセブと呼ばれ足元まで長い。カラーのアイザーは漁師などセブを着ない単純労働時に着用される。膝までの長さのイザーは伝統的な舞踊衣装として重ね着の外装として用いられる。サウジアラビアではこの衣服はイザールと呼ばれる。アシール州のような南西部に住む部族民は イエメン北部の部族が使用するものと同様に、一般に、独自の織のイザールを着用する。それはしばしば色が黒く、縫い目がなく、タッセルがついているかもしれない。他のサウジアラビア人は、着やすい、室内服として、または、寝巻きとして、バングラデシュ、インド、またはインドネシアから輸入された、格子島、または、島模様のイザールを着用することがある。 両子も着用している。マレー半島のこれらの地域ではサロンと呼ばれ、ランジーと似ている。だがレオンギーとして呼ばれることはない。ありがとうございます。